本動画をご覧いただきありがとうございます。水の秘境滝巡り、この動画では四の五大滝をご紹介したいと思います。どうぞ最後までご視聴くださいませ。四の五大滝、吉野の国奈良県吉野郡下北山村に位置します。段瀑で推定落差は約50メートル、水系は北山川から熊野川へ。到達難度はレベル5、超危険度クラス1の滝越えは大巻きが必要になり非常に危険、最後のゴルジュは泳ぎが必要になります。和歌山県の飛び地、北山村、そして三重県との県境をなす北山川の中流域から下流域の間、そこに合流する四の五はこの付近の北山川支流では最大。これに並走する林道からの景色も壮絶で、大峰南端の山々の険しさを物語っています。この源流部では大滝をはじめ様々な美しい情景を見ることができます。前回の動画で大滝の前栄滝となる一の滝までを見てきました。ここでは一の滝から大滝までを見ていきたいと思います。入景から一の滝までの詳細は一の滝の動画か水の秘境のサイトを参照くださいませ。さてでは本題に入りましょう。一の滝から左岸を少し引き返し、これを登り上流側へ。当然すぐに岩壁に阻まれます。この岩壁に沿って川側とは反対側の方へ少し進んでいくと岩壁が途切れるので、そこから登っていきます。途中で軌道が枝分かれするような感じになります。ここで川から離れすぎないように、なるべく川の方へ寄りながら登っていきます。傾斜は非常にきつく、かなりの高さ登ります。右岸を見渡せばその喧騒を物語っています。万一滑落すれば待っているのは間違いない転落死。ちなみに位置的にはまだ一の滝の手前です。さらに弱点を縫って登っていくと尾根のようなところへ出ます。尾根に出たら今度は尾根沿いよりも少し川側を上流側へ進んでいきます。そしてすぐに急傾斜のルンゼが現れます。これは傾斜がきつすぎて下ることはできず、恐る恐るこれを渡って上流側へ進んでいきます。続いて再度ルンゼが現れます。ここもかなり急傾斜ですが、これを下ります。第二ルンゼを下りきったら意外にも安定した広めの足場へと降ります。そこから上流側へ少し進むと今度は第三ルンゼが現れます。第三ルンゼへ降りるとすぐに一の滝の落ち口が見えてきます。ここから見ると一の滝は上部で段になっているのがわかります。
段差へ降りることはできず、そのままルンゼを渡り、左岸から落ち口へ。落ち口右岸の岩壁の穴から覗くと、そこは崖。この姿はなんとなく石の総門を彷彿させます。上流側を見るとまたすぐに険しそうですが、その前に非常に美しい窯があります。まさに吸い込まれそうな青と茶色、どことなくハリオの滝を思わせます。そのすぐ上にも深い青、そしてその先ミニゴルジュ。ちなみに泳ぐのが嫌な私はなんとかこれを巻いて越えようと試みるのですが、右岸左岸ともに行き詰まり。ゴルジュの様子を見てもこれは無理そう。でも多分もう目の前なんですよね。仕方がないので泳ぎます。小滝横の岩壁の溝まで行きます。岩壁の溝には親切な先駆者たちがロープをかけてくれています。ゴツゴツした岩の足場を上流へ。これが最後の障害。これを左側の方から登ります。登った先は行き止まり、そう思わせるようなそびえ立つ岩壁。下流側を見れば泳ぎ以外でのゴルジュ突破は現実味がないのがよくわかります。高さは少なくとも一の滝の倍ほどはあり、大滝の名を冠するにふさわしい規模と景観。中央の岩壁の段差もすごいです。ここへは物をつかむことのできる霊長類や空を飛ぶことのできる鳥類、壁を這うことのできる爬虫類や昆虫など以外の動物は入り込めないのではないでしょうか。それにしてもすごい地形です。まさに自然の力と威厳を感じますね。